はい、皆さんこんにちは、タメクワちゃんです。今日はね、ちょっとあるところに向かっていまして、ポーちゃんの家に向かってます。なんか月1万円生活してるって言ってたんで、ちょっとあまりにもかわいそうで、ちょっと今日は差し入れをね、これからしてこようと思います。まあちょっとね、この後も動画撮れるかわかんないけど、もしポーちゃんからね、撮影していいよって言われたら、ちょっと何を送ったかっていうのをね、ちょっとみんなに紹介しようかなって思います。鼻は関係ないけど、重すぎる。手がもう、もぎれそう。私のさ、チャンネル登録者も、ポーちゃんとコラボして動画作ったりしたおかげで、結構増えたから、差し入れっていう形だけど、ちょっと恩返ししたいなって思って。じゃあこれからちょっと行ってきます。今ね、ポーちゃんの部屋の近くに着きました。じゃあちょっと行ってきます。はい、ということで、今ね、ポーちゃん家に来ました。お久しぶりです。お久しぶりです。すみません。なんか、ちょっと痩せた？ちょっとだけ。ちょっとだけ？ちょっとだけ。いや、結構痩せた気がする。本当ですか？いや、クマさんがそういうならもう結構痩せましたよ。どれぐらい変わりました？体重で言ったら。多分クマさん会った時俺100、なんだっけ？ 100。100以上は行ってると思うんですよ。うん。今は。今は87、6ぐらい。めっちゃ落ちたじゃん。いや、もうまだまだですよ。70まで落ちれば、もう標準体型というか、スリムな方かもしれないですよね。70になれば出たら、ワンチャンあるって。ワンチャン。行ってくると思ったんですけど。ワンチャンか。そう、ワンチャンじゃない。ちょっと考えますね。おー、すげえ。いや、最近ね、心死んでるから、クマさん今日来たら、心がね、ちょっとだけ、心臓がね、バクバクしてるから。ちょっと怖いです。いや、そう、今日ちょっとね、ポーちゃんにいろいろ差し入れ持ってきたんですよ。はい、ちょっとね、一応、今日動画見てくれてるみんなにも、はい、何を送ったかだけ紹介しようと思って。あ、もうちょっと、じゃあ、ポーちゃん紹介してくれますか。まず、クマさんの一押しの、まず、そう、ひまたりの、ひまたり。ひまわりの種です、ね。種、そうです。これはもう中国人の皆さんがね、映画見るときのポップコーン香りとか、ね。イエス、イエス、イエス。そう。ちょっと、止まんないよね。じゃあぜひね、これを食べてください。食べます、食べます。はい。あとはちょっと、チートデーのために。そう。私のチートデーのために、これも。はい、ボロネーゼ持ってきました。素晴らしいです。はい、パスタにかけるだけで、完成します。簡単です。俺料理苦手だからね。まあ作るのはまあ好きだけど、なんだろうね、わかります。あと、あと片付けがめんどくさい。そう。うん。はい、はよー。はい。インタンゼリーです。はい、ゼリーです。もう何のひねりもないんですけど。いや、これはちょっとすごく助かりますね。ちょっとね、ジム終わった後になんか疲れたなと思ったら飲んでください。素晴らしいです。あ、行く前でもいいかもしれないね。行く前、そうです、ね。うん。やっぱ運動する前に糖質入れた方がね、よく動くんで。はい。はい、絶対ガス切れで行っちゃダメですよ。うん、もうガス切れまでやりたいんですね、私はいつも。そう。はい。はい。そして、クマさんも大好き。はい、私も大好きなサバ缶。サバ缶です。はい。これは本当に、昔ダイエットした時期あるんですけど、うん、もうずっとね、味方ですよ。超お世話になりますよね。そう。夜腹減る時の半分食べたりとかするから。うん、そう。すごい、外の声が聞こえる。あ、家族なんで。家族そう、ずっと響いてくる。響いてくる。ちょっと壁薄い系。そう、ベトナム人の夫婦と子供。へぇ、国際色豊か。もう、このビル多分外国人しか住んでない。味噌味の。ああ、そう。味噌味好きなんですよね、私。さっきもね、レシピ教えてもらったんですよ。うん。ぜひ、そばにしたら美味しいんで。もうぜひ、はい、絶対で食べてみよう。あと、水に食塩。そう、これは食塩なし。いろんな料理に使うんですよね。使います。二つ、すごい。そう、四つもね、持ってきたからね。重かった。四つでも四食ですよ、私は。そうだよ。メガネ。この家引っ越し以来初めてね、うちに足を踏み込んだ女性はなんとクマさんですよ。マジか。そう。光栄ですね。いや、光栄というか、感動です。そう、感動ですと、本当に。まさかクマさんなんです。最初、社交辞令だなと思ったんやけど。ひどいやいやいや、ひどいよ。いやいや、俺みたいなやつですよ。
俺みたいなやつわざわざ来るんですか。いや来るよ、だって、はい、お世話になったからね。いや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 、そうす。で、はい、次がココナッツオイルですね。これはそうですね、もうほらほぼもう全部ゼロやん。あ、そうよ。全部ゼロやん。脂質以外は全部ゼロ。すごいよね。ちょっと私のカメラと綺麗に映ってないけど、ココナッツオイルはね、まあまあまあ、はい、健康にいい油なんでね。はいはいはい。適度な油も必要ということで。うん、そうです、ね。ぜひコーヒーに入れたりして。あ、いいね。はい。そう、ちょっと、一枚生活終わったらじゃブラックコーヒーに入れますね。そうそうそう。あと、これがね、めちゃくちゃありがたいです。本当に。あ、長崎土産です。そう。カステラ。すごい、4月までですよ。あと1ヶ月、もう血通って、もう全部いっちゃうよ、俺、ほんまに。全部いっちゃう。そう、すごい。俺、この最近ずっとさ、ね、ドーナツ食べたくて。ドーナツね。そう、ね、禁断症状起ころうと思ってね。禁断症状。そう、もうマジでこれもう、毎日これ眺めながら寝れる。すごい。でもこれ脂質入ってないからあんまり。はい。あ、そう、4g。ほんとだ。だから、ね。そこまで考えてる。そう、大丈夫、大丈夫。糖質と脂質一緒に取らなきゃ大丈夫だから。ああ、なるほど。うん、ぜひ。はいはい、いや、もう。疲れた時に。いいね、これはちょっと。しかも、クーマさんから甘い。やっぱもう疲れが飛んじゃうよ。そう、ジム行く1時間前とかにでも。いや、今日ちょっと明日ジム100キロ行けるかもしれないな。100キロ。ベンチブレス。いや、絶対、怪我するからやめよう。確かに、この間視聴者からクマさんが、ポーちゃんのために人肌脱ぐっていう切り抜きとか送ってきたんですよ。え？そうなんだ。よっしゃ、俺今日ベンチブレス70キロ行けそうと思ったんですよ。どうでした？動かなかった。実際今何キロいけんの？ベンチプレス。まあ、そう、頑張って、50、でも3セットはいけない。いやー、でも50って十分すごいよ。だって私多分15か20しかいかないもん。いや、でも女子はそのくらいですけど、でもうちのジムはね、俺結構3、ドキ35くらい、うん、結構頑張ってるんですよ。うん、隣の女性はね、普通に50くらい。いや、それおかしいよね。そう。めちゃくちゃそれはおかしい。やばいっす。やばいっす。筋肉もりもりの女性なんです。いや、もう本当ありがとうございます。全然全然。あとなんかクッキー持ってきた気がするけど。まあ、そうです。全然いいや、いいや。いや。ある？これは映って大丈夫ですか？いいよ。そう。はい、あと、ポーちゃん用の。ポーちゃん用の。はい、ちょっと。長崎、ティンティン、転写クッキーです。いやー、これはちょっと、ね、まさかくんまさかこれ持ってるとは。もうちょっとなんか誰にあげようか迷ってたんですけど、衝動買いしてね、やっぱポーちゃんが一番似合うかなと思って。まあそうですね、もう間違いないのはベスト人生ですわ。ベスト人生。ベストですよ、本当に。はい。いやー、これはちょっとね、だってうまそうだもん。うまそう。よかった。そう。だって前回、沖縄の、うん。まあ同じチンコスだっけ。そう。チンスコ？あ、チンスコか。そうそうそう。それも結構うまかった。だから、チンついてる食べ物だったら美味しいかもしれないです。さっきの言い間違いはダメでしょ。あ、そうか。ちょっとピー入るかもしれない。あ、ね、私のチャンネルで。確かに、もう、いや、もう今年もう下ネタやめようと思ってるんですよ。どう思いますか？でもやめたらちょっとポーチャーらしさがなくなるんじゃないですか？いや、大丈夫。お骨ゆただってさ、リカちゃん失って3ヶ月ね、ちょっと帰り咲いたから。なので私もね。お骨ゆたか。はい、そうですね。ね、力失っても新しい力取り戻す。なるほどね。そう、なので、ここ来たよ。わかりました。皆さんもしよかったら俺のチャンネル登録してください。1万円生活頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。福間さん、ちょっと虫食べます。いや、いらない。いや、でもマジで冗談抜きでエビセンの味ですよ。食べたの？いや、僕はそう、一万円が出てたので食べるものなくて虫食べたんですよ。え？そう。何が入ってるんですか？バッタ。いやだ、いらない。バッタ、クンもあんま美味しくない。いらない。クンもあんま美味しくないんですけど。いらない。しかももうそれ開封してるやつじゃないですか、一個は。そうです。でもこれ食べきったから、そう。大丈夫です。え、本当ですか？ありがとうございます。いや、大丈夫です。ありがとうございます。いや、もうせっかくだってこんなに待ったから。いや、いやいや、お気遣いなく大丈夫です。大丈夫です。ということで、なんか虫渡されそうになったんですけど、無事ね、ポーちゃんに、差し入れ渡せたので、今日の動画はここまでになります。虫が欲しかったら、ぜひ、連絡して。